皆さんこんにちは、ペソでございます。横座も当たり続きやっていきましょう。あ、そうですね、やっぱり、うん、名古屋場所でしたね。番付はまあ幕内力士は上位にほぼほぼ固まってて、吉祥院さんが2番目が、で三条さん、あ、で久世さん新十両なんですね。はい、組んでいきましょう。全員見ますよ、初日なんで。久世さんは諸徳瀬山さんとですね。いや残った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 。ああ、そのまま揺れ切りましたね。次は三条さんかな。はい、三条さんは勝ち見すぎさんとですね。残った。ああ、突き落とされた。吉祥院さん、八島力さんね。じゃあ十両だとやっぱり強いな。はい、幕内入ります。須崎さん、関脇の琴不動さんですね。残った。じゃあ残った。残った。どっかでね、衰え見せると思うんだけど、小雁さんも長い、息が長いですよね。残った。もう、あの、技師だから圧倒的に組んできますよね。残った。突き落とし仕掛けようとしたけど失敗しましたね、今。残った。ああ、言っちゃった。やっぱり小雁札さん強いですね。はい、山内さんは初日百鬼丸さんとですね。この人も三役から落ちたり上がったりとかね、よくしてますよね。投げ失敗。残った。叩きも失敗。いろいろ仕掛けますね。残った。順当に寄り切りましたね。はい、三笹さんは氷川さん、首投げの氷川さんですね。残った。おー、そうそう、これがあるんですよね。はい、姉小路さんはまず初日星園さんですね。残った。
強い。さあ初日負けたのは三崎さんと三部さんか、あとはまあ重量はね、三条さんということですね。はい、では、いきましょう。2日目、ちょっと端折りますね、いつものように。おー、三部さんといきなりドームが当たるんですね。三崎さんもね、あの重量上がったからもしかしたら変わるかもしれないですね、攻め方が。山之内さんの時みたいにね。ドーム対決2つあったな。はい、久世さんは荒日高さんですね。これはごめんなさい、はしゃりますね。キャンセル押したつもりやったんですけどね。三条さんは大梅の里さんとですね。岸尾院さんは若青葉さん。ちょっとね、乾燥してるから口の滑りが。はい、三部さん、山之内さんとですね。これは見ましょう、同門対決なんで。さあ、同門キラー発動か、三部さん。残った、残った。おりゃ、残った。まだね、二丁投げとかも全然こらえよるんでね、そんなに劣化した印象ないんだけどね。やっぱ追いつかれると弱いな。山本さんは組ませてから変わりましたね。三崎さん、須崎さんですね。うわー、下手出し投げ。はい、姉小路さん、友達さんとですね。これはパスしますね。三崎さんがなんとまた2連敗ですよね。ああ、三条さん初日出てますね。久世さんも結構強いね。女医陣は荒れてないですね。はい、3日目行きましょう。代わりで、同門対決がやっぱ2つ出てきてますね。はい、久世さんは虹の海さんとですね。2連勝同士でしたね。三条さんは鹿島富士さんと、こちらは1勝1敗同士。岸尾さんは巻雲さんですね。お相手1勝1敗。山之内さん、スザックさん、同門対決。速攻で決めた、はたき込みで。はい、三部さんと三崎さん、2連敗同士の同門対決。残った、残った。残った。今回はこう組んでね。そうなんだ。はい、姉小路さんは若清水さんですね。お相手2連敗中、これを走りますね。まあ大体予定通りですね。で、重量は、三条さんやっぱり負けちゃったね。久世さんが強いな。はい、4日目いきましょう。まだ上位、横綱に土ついたのが誰もいないんでね。
そうか、慶波さんが大関に来て4大関になってるんですよね。おお、ミブさんがテルナーヌさんと当たる。はい、三条さんは虹の海さんですね。お相手2勝1敗。久世さんは大旋風さん、お相手2勝1敗。吉祥院さんはヒューマさんですね、3連敗中ですね。山之内さん、稲妻無双さんと3連勝同士での対決ですね。三崎さん、ライベイさんですね、1勝2敗同士。はい、スザクさん、ケイハさんですね、お相手3連勝中。さあ、ミブさん、テルワンハサさんと当たります。これは見ましょう。おりゃ、あー、4連敗、ミブさん。やっぱちょっと衰えてきたね。金子さん、百鬼丸さんですね。お相手1勝2敗。おー、荒藤さんが氷川さんに首投げでやられてる。あ、スザクさん、やっぱり、ケイハさんだと負けちゃうね。外無双か。で、佐々木さん、ちょっと勝ち出しましたね。山之内さん、4連勝。重量は吉祥院さん勝って、あー、久世さん負けちゃいましたね。で、三条さんも突き落としで負けてますね。はい、4日目終わりました。姉小路さん、山之内さん4連勝、三崎さん、津脇さん2勝2敗、民部さん4連敗、吉祥院さん4連勝ですね。で、三条さん1勝3敗、ちょっと苦戦。久世さん3勝1敗ですね。5日目行きましょう。ここで同門対決なんですよね。どうなることやら。はい、久世さんは海舟さんですね。お相手2勝2敗。三条さんはちょっと津山さんですね。お相手4連敗中で、吉祥院さん、ドハツテンさんと4連勝同士。山之内さんはトムズルさんですね。お相手4連敗中。三崎さん、バレホーさんと2勝2敗同士の対決で、ミブさんと山之内さんですね。ミブさん4連敗、山之内さん4連勝中ですね。残った残った、いやいや残った。はい、スザクさん、横綱アロフジさんと当たります。お相手3勝1敗ですね。氷川さんに土つけられてましたね。残った、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 残った。アラフさんね、殿下の方と上手投げがありますからね。残った、あーね、腰を落とされて寄り切られましたね。はい、他は、あ、三崎さん勝ち出しましたね。で、山之内さん連勝中ですね。重量では吉祥院さんやっぱり強いね。あー、三條さんやっと勝ったね。で、久世さんが負けちゃった。はい、6日目終わった時まだトータル見ましょう。6日目入ります。あ、スザクさんと当たるんですね。
ラクさんまだちょっと上とね当たるときにパラが上がりきてないからね、苦戦してる感じやね。クゼさん、4勝1敗のとわのみさんとですね、三条さんは荒日高さん、相手1勝4敗で、吉祥院さんは今太鼓さんですね、お相手1勝4敗。太鼓さんもいい時ね、幕内入ってたんですけどね。山内さんは2勝3敗のバレーホーさんと、ミササギさんは5連敗中のトモズルさんで、アヌコジさん5連勝中ですね。スザクさん2勝3敗の同盟対決。残った残った。おー、突き倒しましたね。はい、水さんは今日は荒内さんですね。これで横綱ラストかな。残った。いつも突き倒しが出ないね。突き倒しっていう技じゃなくてね、突きまくることを突き倒しって言うんですけどね。残った。残った。上手投げ決められちゃった。三佐崎さん、山内さんがやっと勝ち。山内さん強いね。重量は久世さんか負けてんのか。はい、6日目終わりました。姉小路さん、山内さん6連勝、三佐崎さん復調4勝2敗、須崎さん2勝4敗ちょっと苦戦、三部さん同士さ6連敗、吉祥院さん6連勝中で、三条さん、久世さん仲良く3勝3敗で7日目。状態キープしといてほしいんでね、上半身は上げれないですよね。あ、大関同士か。中身の目玉にする気やね。はい、海舟さんと三条さんですね。ごめんなさい、逆回読んだね。3勝3敗ですね。久世さんは豊水さんと、こちらも3勝3敗同士。吉祥院さんは大目の札さんがお相手ですね。お相手2勝4敗で、中入り後、はい、6連敗中のミーブさんは飛天馬さんですね。お相手1勝5敗似たような成績ですね。須崎さん、金光山さんですね。お相手4勝2敗三佐々木さん、慶波さんと4勝2敗同士。山内さん、照ノ花さんと当たります。これは見ましょう。残った。おー、見どころ攻め。照ノ花さん破りました。姉小路さん、古賀の里さんとですね、これはパスしますね。あ、やっぱりね、姉小路さん負けちゃったね。今ちょっと嫌な予感したんですよ。で、山内さん強いですね。三佐崎さんも慶波さんに勝ちましたね。で、スザクさん勝ちの、ミムさんやっと初日出た。で、重量は、あ、吉祥院さん土がついた。で、久世さんはけたぐりでやられてる。で、三条さんは押し出しで勝ちましたね。
はい、4日目いきましょう。ここで山の内さんと当たる姉小路さん、そのままで、うん、簡単に勝ち越してくれたね。はい、三条さん、とわの海さんですね。お相手5勝2敗。クゼさん、今太鼓さんですね。お相手2勝5敗。これでも1個の赤入りに入った人なんですけどね。吉祥院さん、勝ち見すぎたんですね。お相手3勝4敗。みぶさん、桂花さんですね。お相手2勝5敗。しざくさんは銀鱗さんと3勝4敗同士の対決。山道さん、姉小路さんとですね、同門対決、山本さんが勝てば勝ち越し。残った残った無理だ。いやいや、残った残った、いやいや、残った残った。まあほぼ互角ですけどね。最近ちょっと姉小路さんの方が強い。打っちゃったー。はい、三崎さん、荒藤さんと当たりますね。お相手6勝1敗だっけ。残った、いや、山本さんが8連勝でまず勝ち越し決めましたね。残った、いや、初優勝なるんかな。いや残った、残った、いやでも声援を受けてきてなかったと思うんですよね。残った、残った、いやほう、夜来た。三佐崎さん強い。初日の2連敗何だったんだろうね。その他は、スザクさん負けの、ミズさんは勝ってると。十両も、キショインさん連敗だね。下はクテイさんも勝って、サンドさん負けた。8日目終わりました。姉小路さんと三崎さんが6勝2敗、山内さん8連勝ですね。横綱破りました。で、須崎さんがちょっと不調かな、3勝5敗。三部さんね、連敗街道からようやく脱出した感じですね。十両、吉祥寺さん6勝2敗で、三条さん、久世さんが4勝4敗ということでしたね。はい、では、9日目からはまた後半戦になると思いますんでね、次回にさせていただきたいと思います。山内さんのちょっと優勝がかかってるんでね、楽しみな場所ではありますよね。ご期待というか、まあやるのはコンピューターなんでね、その辺ちょっと見せてくれるといいんですけどね。ではここでお開きにしたいと思います。ありがとうございました。さよなら。